それでは、こちらのタイトルについて間が発表します。参考にした文献です。今回主に1番と2番を、参考にしました。今日の内容、本当は蓄字学習について説明して、その蓄字学習で必要な粒子フィルターについて話をした後、本当は LDA の粒子フィルター、今まで説明した LDA において、どういうふうに表せるかっていうのをやりたかったんですけど、時間の都合上今回省かせていただきます。なので今日は上の2つを説明していきます。まず蓄字学習についてでいきます。その前に、先週までの LDA の復習についてからやっていきたいんですけど、例えば文章数が M 単語数、文章 D の中の総単語の数が ND で、トピック数がラージ K ってすると、その単語 W の DI、 文章 D の I 番目の単語 WDI は、このような形で生成されているよっていう感じで表されています。アルファとベータが、最初に置くハイパーパラメーター、ちょっと切れてるかな、切れてないか、ハイパーパラメーターで、ベータからファイが、ディリクレ分布で生成されてて、トピックにおける単語分布で、アルファからシータがディリクレ分布で生成されてて、シータは文章ごとにおける、トピック分布、どんなものが文章の中にあるかっていうもので、そこから、それぞれ、隠れ変数トピックの Z とかで、最終的に単語 W が生成されているというふうな過程が置かれていました。で、LDA の周辺化ギブスサンプリングを最後にやったんですけど、先ほどのここにおける、単語が分かった状態で他の Z、θ、φを推定していくなんですけど、サンプリングするのが難しいと、一気に出すのが難しいということで、サンプリングを使っていく、周辺化ギブスサンプリングになると θ と φ を周辺化するっていうテクニック使って Z だけを取り出せばいいよねっていう手法、検知手法になっています。で、シータとかファイとかは、ここにある、文書 D でトピック K が現れた回数とか、文書で、トピックの K っていうものが単語文に対して与えられ、付与された回数、その回数っていうものを記録しておいて、シータとかファイとかを表していくっていう感じになっています。Z を、文書 D における I 番目の単語WIDI、ないんですけど、そこの潜在トピックについては、ちょっと長いんですけど、最終的にこのような式で表すことができます。そこで前回の補足として、トピック分布 θ と、単語分布 φ をどのように得られるかとして、トピック分布 θ は文書 D でトピック K が出た回数 N の D と K っていうものを、全トピック、全文書に対して、ガッと行うと。で、次にトピックごとの単語分布 φ っていうのが、全文書でトピック K が単語 V に付与された回数 N の KV っていうものを、全単語全トピックに対して行っていくというもの。このようにして、全ての文章を、に対して処理を行って、最終的にシータとかファイとかが分かってくる。で、このようにこう全部の文章に対して、その全部の文章を抱えたまま、処理をしていくっていうものを、一括のバッチ学習っていうふうに表せます。で、今まで、さっきちらっと紹介したバッチ学習と蓄字学習について比較をしてみました。で、バッチ学習っていうのは、今までに紹介してきたもの、周辺ギブスサンプリングとか周辺化ギブスサンプリングとかっていうのが、バッチ学習に該当していて、何をしているかっていうと、全部の文章を一括にガッて読み取ってから、もうその文章、全部の文章の情報を持っておきながら各文章についてこう学習していく。で、すごい、もう常にこう抱えながら処理をするんで、なんかもう
大規模なデータを相手にするときは少し、まあ、処理が難しくなってくるという欠点があります。そこで今回紹介する蓄積学習っていうのはこう、まあ、全部抱え込むよりはじゃあ文章1個ずつもう取り出してきて処理をして、で、処理が終わったらもうその文章を捨ててしまえばいいんじゃないかっていう方法です。で、まあ、捨てちゃうんですけど、そのトピック文章 D におけるトピック K が出現した回数 NDK とか、トピック K が単語 V に付与された回数 NKV っていう大事な統計量だけはちゃんと取っておく。まあ、そうすれば、まあマッチ学習ほど、そんな抱え込まずにできるんじゃないかっていう考え方です。で、先ほども言ったように蓄積学習は、まあ、文章1個ずつ読み取っていくんですけど、まあ、サンプリングってなってくるともう1回サンプリングしたら捨てちゃうっていう風な考え方になっちゃうんですよね。でも、周辺化ギブスサンプリングとかだと、まあ、S 回、複数回サンプリングしてたので、まあ、1回で足りるのかってなると、まあ、本当にじゃあその蓄積学習で、まあ、近似ができるのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、ざっくりした答えを最初に言うと、まあ蓄積学習では取り出したものに対してなんか並列してサンプリングを行う。で、それで、まあ、得られた複数のサンプルは、まあまあ、違う結果なはずだということで、まあ、複数並列してサンプリングを行うという答えがあって、まあ、それを扱うために粒子フィルターという考え方があります。次に粒子フィルターについて説明していきます。粒子フィルターっていうのは時系列のデータを解析する動的システムにおいて、潜在変数をサンプリングする手法です。で、まあ、ここに、動的システムのモデル例があって、まあ、観測データ実際に見れるのが XT、まあ、-1T と T プラス1っていうのが順々にあって、で潜在変数が ZT、まあ、Z-1ZTZT たす1というふうにあるこのようなモデルになっています。で、ここで、まあ、潜在変数 Z が例えばこう連続の値だったら状態空間モデル、離散的な値だったら隠れマルコフモデルというふうに言われているそうです。で、まあ、今、このようなモデルがあったとして、まあ先に仮定しちゃうんですけど、 ZT っていうものは、まあ、1個前の ZT-1 から生成されているというふうに仮定をして、で、まあ、この図にもある通り XT 時刻 T における観測データはその時間の潜在変数から生成されているっていうふうに仮定を置いてしまいます。まあ、そこで、まあ、今時刻 T だとして、Z の t たす1っていうものがどのようになるのかっていうのを、まあ、なんとなく言ってほしい。それは、まあ、おそらく、まあ、今持っている観測データ X、時刻 t までの観測データ X までを用いて、次の時間 z と t たす1の潜在変数が欲しいってなった時にどうすればいいのかっていうふうに次に、やっていきます。まあ、やりたいことは、観測時刻 t までの観測データ x1 から xt までを用いて、まあ、次の時間 zt+1、時刻が t+1 の時の潜在変数がをサンプリングしたいということで、まあ、すごく、まあ、これのサンプリングは基本的に大変ということで、まあ、サンプリングが比較的やりやすい、まあ、自分で設定できる提案分布、これ Q っていうものがあるんですけど、それをもう使ってしまいます。で、これ確率、条件付き確率なんですけど、観測データ、時刻が1から、T までの観測データが、
これが与えられ、すみません、最初からですね、時刻が1から、t までの観測データが与えられたときに、じゃあ時刻が t たす1の時の潜在変数が、を得る確率っていうのが、最初このように、そのまんま最初の確率でやるんです、確率分布とかからやるんですけど、これが積積分計算が難しいってことで提案した分布、Q を使ってこう割ってあげるんですよね。まずでそうした時にあれ、壊れちゃったかもしれない。ごめん。ノートは大丈夫、メモは。メモは多分大丈夫。2つ使えない。壊れた。まず止めた方がいいのかな、録画。続けた方がいい？すいません。すいません。どこだっけ？これか。はい。そうですね。提案した分布で割ってあげて。その時に、元の分布と提案した分布の、割ったものを、今回で言うと、重みというふうに扱っていきます。で、このようにしてこの式から少しずつ推測していくんですけど、これで、1個のサンプルができるんですけど、これを、Z が時刻1から t までの潜在変数 z の組を s 組に対して並列に行っていくっていうのが、さっき提案したざっくりとした答えのやり方です。提案分布から提案した分布 Q から Z が時刻1から T までのサンプルを S 組生成した時っていうのが、このように時刻1から時刻 T までの潜在変数の組が、1から S まであるっていうふうにして、最終的に先ほどの、時刻 T たす1の時の、潜在変数がどのように求められそうかっていうと、このような式で与えられています。サンプルの組が1組目から S 組目まで全て足してあげる感じで、この時になんかやっとこう重みの上にバーがついたものが出てくるんですけど、それは重み、全ての組に対する重みを正規化したものというふうに扱っているので、本当に相和が1という扱いになっています。でここで、とりあえずは t たす1、時刻が1個先の時の潜在変数とかが求められそうということになるんですけど、時刻が推移した時に、今の段階では重みが時刻 t 分までしかないということで、ここまで時刻 t までしかないってことは、
次の全然変数はまあ推定ができないということになるので、重みを更新してあげなきゃいけないですね。でそこで、まあ次の時刻 t たす今のあすいません時刻が t たす1の時の重みっていうのを、時刻 t たす時刻が t の時の重みからどのように求めてあげるかっていうふうにすると、まあ最初に傾きみたいな感じで割ってあげ割り算をしてあげて、これが重み自体が提案元の分布と提案分布の割り算だったので、青のところは青でオレンジはオレンジのように変形することができます。で次なんですけど、ここまでさっきと一緒で、まあ、そこで、まあ、P を Q で割るんではなく、まあ、P 同士 Q 同士で計算、元の分布と提案した分布同士で計算してあげるということで、まあ、P と Q をちょっとずらしてあげて、でここでこう Q の時刻が1から t たす1までの、まあ分布に対して、まあ、これは、まあ、Q ってそもそも提案した分布で、まあ、これって自分で決められる任意の分布なので、ちょっとずるいんですけど、このように変形してあげます。何をしてるかっていうと、まあ、観測されたデータ1から t までの観測されたデータから潜在変数を推定して出てくる条件付き確率で、そこから生成された潜在、潜在変数と、まあ、x が1から時刻 t たす1までのものから、t たす1の時の潜在変数が出てくるっていう風な少しずるい変換をしてあげて、これを使ってあげると、この分母がこことここで割り算ができるので打ち消せるので最終的に少し簡単になります。でまだまだもう少し続くんですけど、ここまでがさっきの同じ状態で、今度は、この赤字の部分について、ここで、これは元の分布の時刻1から t たす1までの観測されたデータから潜在変数が S 組生成される、あすいません潜在、S 番目の潜在変数が生成される条件付き確率みたいになってるんですけど、ここで、まあ、これを分解してあげるんですけど、まあ、そもそも、Z の潜在変数時刻が t たす1の時の潜在変数っていうのは、1個前の時間時刻が t の時の潜在変数から生成されて、で、観測されたで時刻が t たす1の時の観測された、データ x っていうのは、同じ時間の時の潜在変数時刻が t たす1の時の、潜在変数 z から生成されている、で、まあ、この z t たす1っていうのも zt から生成されて、でどん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 続いていくんですけど、まあ、そこから生成されるっていうことを考えていくと、この赤いものが、zt たす1と x の、まあ、潜在変数 と、観測データ同じ t たす1の時刻の時のものが、まあ、それも、t たす1のデータと潜在変数が、まあ、それまでのデータと潜在変数から、まあ、生成されているっていうふうに表すことができます、まあ、同じようにやっていくと時刻が t の時の潜在変数とデータも時刻が t-1 1個前の時のものから生成されているっていうふうに置くことができて、これを使うと、このように少し長くなるんですけど、赤かったところを変形することができます。こことここで約分してて、はい、でもうこれで終わりなんですけど、ここまで来たら、上の少し長い、まあ、Z の T
時刻が t+1 の時の潜在変数とデータが生成されているっていうものを、まあ、データと潜在変数それぞれに分けてあげる。でここまではいいんですけど、また少しずるい変換をしてあげるんですね。また分母に q 時刻 t+1 の時の潜在変数が生成される、分布があって、まあ、上の分母には、時刻 t+1 の、まあ、同じ時刻の時の潜在変数、これ元の分布と提案分布なんですけど、まあ、これにこのオレンジと青について考えてあげるんですけど、まあ、こう比べてあげると、X について、提案分布だと時刻が t+1 の時もちゃんと考慮されているんですけど、こっちって、時刻が t までしかないですよね。でも欠けてるけど、まあ、提案分布は、まあ、自由だからという理由でこのようにイコールで結んであげると、まあ、最終的にここオレンジと青も約分ができて、結果的には、重みの更新式 t+1 の重みの更新式は時刻が t のものから、まあ、これをかけてあげれば、導出できるだろうというふうになっています。そこでまあ問題点があるんですけど、まあ、そもそも、まあ、サンプルの組あの S の数はそんなに多くできないそうです。で LDA だと、まあ、せいぜい100組ぐらいで、サンプルの数が少ないってなると何が問題かっていうと、 重さの、正規化したものの分布自体が偏ってしまう。で一部のサンプルに重みが集中してしまうので、それを解消するためにリサンプリングっていうものを使います。でまあ、リサンプリングでやることっていうのが、もうサンプルをそもそも、もう一回作り直してしまうっていうのと、時刻 t におけるサンプルを作り直してっていうのと、重さの、正規化したものを全部均一な、サンプルの組数分の1っていうふうに表してしまう、全部リセットする感じなんですけど、でこれがどのような時に起こるかっていうと、 ESS っていうエフェクティブサンプルサイズっていうものがあって、それがなんか重みの2乗を相和したもの分の1で、これがもし1、式1を下回った時にリサンプリングを行うそうです。で、まあ、相和がそもそもこれバーがついた重さが正規化しているので、偏りが大きくなればなるほど ESS の値は小さくなることが分かっています。なので偏れば偏るほど ESS の値が小さくなるので、まあ、いずれその時に式1より下回ってリサンプリングが起こって偏りを解消できるという感じになっています。最後に、まあ、動作例なんですけど、まあ、ここに時刻が t-1 の時の潜在変数があって、まあ、そこから観測されたデータで、そこから観測したデータから潜在変数推定してあげて、でこの時はまだ、まあ、重みの偏りが少ないということでリサンプリングが起こっていない。で、次にまた今度は、潜在変数 z から今度観測データの X 時刻 t の時の、観測データを生成するんですけど、その時にまあすごいこれ重さがそのまま丸の大きさで表されてるんですけど、まあ、すごく大きいところとすごく小さいところがあって、で、まあ、これはまあ偏りが大きいということでリサンプリングをしています。でリサンプリングした時にまあ、消えるものもあれば再生成されるものもあって、ここで一応はリセットされているという流れになっています。はい、でそれでまあ一応
t の時の時刻 t の時の観測データが一応生成されたので、そこから次の時刻 z t たす1の時の潜在変数を出していくというふうな流れになっています。今回はこの2つの内容について発表させていただきました。終わります。